です。今ブリュッセル国際空港にいて、実は今からローマに2泊3日の旅行に行ってきます。まあ、2泊って言っても今日が今夜の9時ぐらいで、ローマに着くのが11時過ぎなので、本当今日はもう泊まるだけっていう感じなんですけど、明日明後日はまだまだ1日って感じかなという感じで行っていきたいと思います。で、スイスに留学しているバイオリニストの新井理央ちゃんっていう子と、まあ、仲が良くって、その子とね今回はローマで合流して、旅行したいと思っているので、楽しんで行っていきたいと思います。乗ります。ライアナエアーです。でかすぎ。リオです。合流しました。なんかブリュッセルからさ撮ったの。あ、そうなの。やばい身長差だな。マジで頭1個分ぐらい違う。なんでこんな私が持つとさ、だから入んないんだよね。まあまあ、ちょっと今から宿泊先に向かいます。タクシーが高いけど今もう深夜12時ぐらいだけど疲れたね。まあ無事ちょっと頑張りましょう。寝室1。すごいね。りゅうちゃん鏡で。イエーイ。寝室1。リビング。やば。テレビもあるよ。嘘だ。ほら。本当だ。そして寝室2。この部屋はバスルームがそのままついてる。そしてバスルームにじゃらん。そしてキッチン。やばいな。広すぎるな。すごいな。イエーイ。しかもめちゃくちゃコロッセオの近くっていう、まあ、とりあえず無事空港からウーバータクシーに乗って40分ぐらいかな。でそうお家に着きました。ちょっとお腹空いたからすごいかね、探しに行くかもしれない。24時間だったよね確か。そのとこもあるらしいね。というわけでマーハン食べよう。食べたい早速。はい、無事着きました。イエーイ。イエーイ。すぐそこがコロッセオがあります。おはようございます。と言いつつもうお昼ぐらいだけど、今日は11時半ぐらいじゃない。朝ごはんを今カフェで食べて街散策していきたいと思います。天気がバリいい。あんまりわかんないね。綺麗。ローマめっちゃ綺麗。最高よ本当。やばい。行っていきたいと思います。かわいいかわいい。あ、それかわいい。めっちゃなんだかよくわからない広場に来ました。調べずに歩いていく。
イエイ。それだけ。やば。殺せよない。すごいよね。なんかすごいって言って安くなるね。そうね。いやーすごいわこれ。すごいしか出てこう取りたいね上から。あでもこれ今めっちゃ綺麗に入ってる。本当だ。あの漏れはしないが。これ外カメできるのそのまま。そのできないんだよね。一回切らないといけない。一回。ローマ帝国って感じ。レストランに来ました。なんと赤ワインが1リットルで10ユーロ。驚きの安さ。最初はちょっとさあれ見せてくれない？デキャンタ。イエーイ。ジェルシー。そうなリオちゃんのお顔。ティラミスをデザートに頼みました。二人とも。マジで美味しい。めっちゃ美味しいね。ありえん美味しい。こんな濃厚なやつ食べたことない。し、なんか下のさ、そのなんていうの、吸収されてるやつがさ、スポンジ。そう。吸
吸収されてるやつがなんか、なんていうの、濃すぎなくてさ、マジで美味しい。たまにお酒感強みたいなのあるじゃん、うん、美味しいね、美味しい。でカプチーノもめっちゃ美味しい。イエーイ、美味しい。おはようございます。おはよう。2日目でいいのかな。うん、もう今日帰るね。はい。で、昨日の夜スーパーで生ハムとワインを買ってめちゃくちゃ喋ってたよね。てか普通にレストラン夜5時とか5時半ぐらいに入ったんでしょあれ多分。そうそう、もうお腹空いて9時とか8時ぐらいまで行ったんだよ多分。9時ぐらいまで行って9時に閉まっちゃうよって言ってスーパーが。あ、そうだそうだそうだ。いや急いで走って、でも結局24時間とかいたんだよね。そうだでもだからめちゃくちゃで帰ってからも死ぬほど話して、昨日も今日も寝たの4時とか、だから本当4時間とか5時間しか寝てないんだけど、でその生ハムがでも余ってるので朝ごはんにちょっと食べて、もうあのチェックアウトしなきゃいけないんですけど、とりあえずこれで朝ごはん済まないけど食べます。済まないよ食べます。2日目です。残りの観光をたくさんしたい、うん、楽しみね。最高だったね昨日。いやマジでやばかった。ちょっとでもちょっと寒かった。あ、そうね、ちょっと寒い。なんかこれ置いといて置けるじゃん。ほんとでもこの角度難しい。うん、不思議なんです。ということで、食べまーす。かわいい。お皿、瓶を潰した食器みたいな。これも、二人で買いました。キャリーバッグみたいな。パスタ2回目。私はトマトソース、ディオはペンネアラビアートでーす。洋服屋さんがありすぎて観光できない。感動のローマの休日の警察がめっちゃ立ってる。踊りが座った。感動。はい、今空港に着いて、私の方がリオより2時間ぐらい飛行機早いので先に私が帰ります。はい、楽しかったね。なんかあと足りなかった。全然あと4日ぐらい欲しい。全然足りなかったからまたすぐ来たいと思ってます。あれ行けなかったね、あのシェンリスの。あー行けなかった、あれ、ね、ということでちょっと行きたいなとこいっぱいあるので行きたいと思います。バイバイ。はい、というわけで、今回は新井リオちゃんとの、イタリア旅行のしました。あの動画内でも言ってるんですけど、あの、まあ、2泊3日なんですけど、実質、まあ、ほぼほぼ1泊2日みたいな感じで本当に限られた時間の中 で私とリオもちょっと会うのが久しぶりだったので、会ってない間の話とかもちょっとたくさんおしゃべりが盛り上がってしまって、もう寝る間も惜しんで話して、プラス洋服、お洋服屋さんが、ね、たくさんあって、ローマはあのちっちゃいあのセカンドハンドショップもたくさんあるし、ブティックみたいなのもたくさんあって、もう気になるお店がありすぎてちょっと、はい、いろいろ入ってたら本当に時間が全然足りなかったので、またローマ行きたいなって思ってます。概要欄の方に新井リオちゃんの YouTube アカウントなども載っけておくので、ぜひ皆様チェックしてください。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございました。
この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画で。